今日、大手飲料メーカーサントリーの鳥居社長が名古屋市内で会見を開き、去年のビールの販売実績について外食産業に客足が戻ったことなどを受け、おととしと比べ増加したと発表しました。コロナ禍で思うように外食ができない時期が続いた中、最近では特別感を求め外食をする人が多いといいます。サントリーでは今年、高級ブランドのリニューアルや外食産業を応援する取り組みなどを行うとしています。